お札。あ、気にしないで。ただのお札だから。なるほど、おばあちゃん。自分がくジュノンボーイだいね。違うって。ジュノンボーイって思うよ、なるは。いや、だからそもそもボーイチ年じゃなかやろ。テレビに出てる人は年を弱く言うとじゃろ。ビャーネーがいいよった。まあな、サバを読むのも仕事のうちだろけん。ああ、カーボーイは中年でもボーイじゃん。さてはお前らだろ。こんな子供に下世話な言葉を教えやがった。あの奥さんは歌舞伎町の女王ぞ。天気がよかけん枕営業ばする。こん味噌汁は本気汁ぞ。以後注意するように。やあ、うん、ほら忘れた忘れ物。楽しいや。お前、何があった？先生、これ読めるか？開け口だな。我が子さよなったな。なんばやっかな。糸は中かな。いたかよ。糸は中かな。いたかよ。糸は中かな。いたかよ。よろしくお願いします。じゃあお言葉に甘えて。最後まで読んでください。そして求む感想。ダメならダメと言ってください。辛辣に立ち直れなくなるほどに。さあ、こいつ先生。泣くのかよ。俺はもう心配で心配で。川藤、そんなにも俺のことを。マイフレンドハンザー。マイフレンド川藤。マイフレンドフォーエバー。川藤ハンザー。バカよくも電話もしやがったな。一人か、一人のフレンドか。汚いモンスターボール。こんばんは。変なもん買うな。そっち行った。やだ、助けて、東京帰る。ヒロシ、ヒロシ、危ない、危ない。戦闘用意増えとる。メガネだ、メガネが引っかかったんだ。絶対引っかかるって思ったよ。お前らこのためにメガネじゃねえ、ベルトだ。店員オーバーだから。川藤君のレンタカー返しちゃったからバスで帰っておいで。バイバーイ。おい、待て、どっか乗れるとこあるの？友達。どうした？なる、なんでこいつらがここにいるんだよ。カチカチを持ってきたっちた。子供に火の番させて悠々と入浴かい。罰として裸見ます。道理がわからん。本当は若か女ん子に見られたかっちゃろ。人を露出狂みたいに言うな。火事じゃねえからさっさと帰れ。はぁ、俺の携帯にとどめさしやがったら。なんかとどめっち、うんこついただけやろ。ざけんなガキが。電話として機能しなくなってもずっと時計代わりに使ってた相棒をこんなにして。電話として使えんち。お前このまま騙したね。俺の携帯を侮辱しといて逆ギレか。ヒロ、お前笑ってた。いや、笑うわけないだろ。まったく。こんなものがあったらいつかこいつら怪我をするな。
ガキどもには悪いが、危険な遊具は撤去せねば。やる気やん。飛ぶふりをして引きちぎってしまおう。あっせ。ダメよ、全然人が握れたよ。ダメだお前ら、怪我してないか？うん、大丈夫。あれ、やめてさ。死ぬかと思った、死ぬかと思った。